てください。안녕하십니까처음뵙겠습니다처음뵙겠습니다저는이민수입니다저는이민수입니다안녕하세요안녕하세요저는스티브입니다저는스티브만나서반갑습니다만나서반갑습니니다저는다나카입니다저는다나카입니다잘부탁드립니다잘부탁드립니다다나카씨는중국사람입니까아니요저는일본사람입니다아니일본사람입니다스티브씨는어느나라사람입니까스티브씨는어느나라사람입니까저는캐나다사람입니다저는캐나다사람입니다ちょっときつかったですか저는캐나다사람입니다逃さないですよね絶対こういうところはい もう一回私が言いますので듣고따라하십시오안녕하십니까안녕하십니까처음뵙겠습니다처음뵙겠습니다はいこんにちはおはようございますこんばんは안녕하십니까ですよね、はい、で처음何でした、はい、初めてお会いします뵙겠습니다お会いしますですねはい続いててください저는이민수입니다저는이민수입니다はいちょ、ちょぬんっていうと、私は、から、いみんすです。ですよね。いみらですよね。このまま、いみんすですから、男性の名前ですね。ちょっとね、男性の名前なのか、女性の名前なのか、ちょっと区別しにくいと思いますけど、慣れたらだんだん分かるようになりますし、たくさん韓国人の名前を知れば知ると、大体区別つくようになります。ただし、男性女性共通で使う名前も結構多いので、うん、日本よりはるかに多いです。僕の友達でまさみさんって男性いますけど、一応女性の名前でもあるじゃないですか、うん、でも韓国人はそれがもっと多かったり、韓国はちょっと男性息子生まれると嬉しいっていうのがあって、うん、あらかじめつけられてたっていうのがあって、うん、僕の友達の女性の中でイ・チューホさんっていう、うん女性がいるんですけど、最後にホってつく人って基本男なんですよ。イーミンホって言っても男だし、ゴンホって言ってもホがつくと大体男なんですよ。漢字から言っても。はい、アニョンシムニカをやりました、はい。もう少しちょっとリラックスした言い方で、はい、続いていってください。アニョンシヨ。アニョンシヨ。チョヌンスティーブインミダ。チョヌンスティーブインミダ。完璧ですね。もう。マンナソパンガスミダ。マンナソパンガスミダ。はい。マンナソパンガスミダ覚えてますよね。マンナソ。もう入ってきてなかった。あ、そうですか。前のやつ。はい。ちょっとこっち見てください。マンナダは何の意味でした？会う。はい。マンナソになるとお会いして。パンガスミダっていうと嬉しいです。歓迎しますっていうふうな意味になります。マンナソパンガスミダ。初めて会った時に、チョンペッケスミダって、このお会いできて嬉しいって表現することすごい重要なんですね。意外とこれ抜かしてしまうと、後でうまくいかない時が本当にあるんです。韓国に行った時に、大学院の卒業旅行でみんなでトルコに行ったんですけど、トルコ、イスラエル、エジプトっていう5カ国旅行した時にガイドの人がマンナソパンガスミダって言わなかったんですよ。たまたま、まあ、忙しいのかもしれない。それで一人の子がパンガッタって言わなかったってブツブツ言ってたんで、そんなことで怒るかなと思ったんですけど、結構大事な挨拶なんで、チョンペッケスミダ、それかマンナソパンガスミダ、ぜひ絶対に覚えてください。書けるようになったら完璧だし、でもこれは挨拶文として絶対入れてください。パンガスミダ。はい、スティーブさん多分アメリカの人でしょうね。次は日本人の人いきます。はい、
저는田中입니다저는田中입니다잘부탁드립니다잘부탁드립니다はい、はい、チャープタカミダはよろしくお願いしますなんですけど、今日ちょっと私出てきたのはトゥーリトゥーリトゥーリニーダなんですね。チャープタカミダよりはるかに丁寧な表現でよろしくお願い差し上げますぐらいの調子の言葉ですね。まあ、本当にちょっと公式の場所、それから格式ばった相手、あの社長さんとか取引先の場合にチャプタカミダでもいいんですけど、チャプタトゥリムニダって使った方がもっといいと思います。はいはい、次いきますね。読みます。はい、田中氏는중국사람인가田中氏는중국사람인가もう一回いきましょう。切っていきますね。田中氏는中国사람입니까사람입니까はい、はい、中国を漢字で書くと中国、上の音が K サウンドで二つ目に来てますので濁って中国、中国っていうぐらいちょっと強い中国サラン、はい、中国人ですか。で、発音するときはここの M サウンド、ミュサウンドじゃなくてイウンのんの別の音を出さないといけないです。こちらとサラン、愛するっていう言葉になってしまう。だから田中氏の中国サラン2回になってしまうので、田中さんは中国を愛するですか、ちょっとおかしいですよね。中国サラン意味か、この口を一瞬と出してやってください。意外とでもまあ文法上ね、この言葉を使うことはないんで間違えられることはないと思います。はい、ついていってください。次いきます。アニョ저는일본사람입니다아니요저는일본사람입니다입니다はい、아니요は何でしたっけ。いえ、저는私は일본사람です、はい、일본사람입니다。さっきはですね、입니까ですからですかって聞いてましたよね。答えは日本人ですから日本人です。はい、次いきます。スティーブ氏는어느나라사람입니까スティーブ氏는어느나라사람입니까、スティーブ氏っていうのは何々氏でしたよね。おぬっていうのはちょっと欲しいですね。これはさっきオディっていうのが出てきましたね。どこ、どこ、ぬぐ、誰、おぬっていうとどちら、あ、もう違う、近い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 2つ以上のチョイスあるとき、どこの、どこ、どっちの、どっちの、どのですよね、どっちの、はいはい、おん、どの、はい、なら覚えてますか、国、国、はい、どの国、どちらの国のサラン、人ですか、そうですね、どの国人ですよね。ちょっと直訳できないんですけど、はい、で答えは何て言ってるかというと、はい、ついていってください。저는캐나다사람입니다저는캐나다사람입니다はい、日本語だとカナダなんですけど、向こうの英語の変化の仕方ってちょっと違って、
あの音が来るときは A になることが多いです。A の音になります。昔こういう映画あったの覚えてますか？スペインこうだったかな。マトリックスの場合は、で A になります。どっちかというと英語の発音に近い。でもキャンダはそうだけど、マクドナルドが A っていう発音だけど。はい、マクドナルドの場合はメクドナルドですディッメクセッツ ,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 